こちらにローズさんはいらっしゃいますか？何の用だ？話がしたいんです。それは無理だ、帰ってくれ。お願い、どうしても会いたいんです。私がローズよ。どんなご用かしら？助けてくれると聞いて。助ける？来なさい、中で話しましょう。信用して平気か？するしかない。具合は？寒いよ、カーラ。お家の中で温まろうね。ひどい熱ね。ここ何日か野宿していて、もう限界で。2階に空き部屋があるわ。寝かせてきなさい。食事を持っていくから。アダム、案内してあげて。私は平気だよ。国境を越えるんでしょ。私のせいで遅くなるのは嫌。ゆっくり休んで。元気になったら明日出発よ。なんで人間は意地悪なの？悪いことしてないのに。き
っと誤解されてるの。時間が経てば私たちのことも理解してもらえる。お話しするだけじゃダメなの？きっと分かってもらえるよ。私には分からないの。何が好きか分からなかったけど、とっても美味しいスパゲティを作ってきたわよ。食べればすぐ元気になるはず。解熱剤も用意しておいたわ。ありがとう。これは洗濯しておくわね。何か食べないと。家を出てから食べてないでしょ。食べてくれる？ちょっと下に行ってくるわね。ゆっくり休めば明日には俺より元気になるさ。しばらくそばにいるよ。あなたの名前は？カーラです。この子は息子のアダム。私の名前はもう知ってるわよね。ほら座って、カーラ。真冬に変異体が女の子を連れて一体何をしているの？いろいろと事情が。今はただとにかく全て忘れてやり直したいんです。ここにはお二人だけで。2年前に主人が亡くなってね。アダムと二人でやりくりしているの。取れた野菜を市場で売ったりしてね。裕福ではないけれど食べ物には困らないわ。普通はアンドロイドを嫌うのに、なぜ助けてくれるんですか？私たちも価値のない人間だと言われ続けてきたの。周りの助けがあったからこそこうして今生きていられるのよ。大勢助けてきたんですか？ここ2、3週間だけでも驚くくらい数が増えてるわ。まるで何かが起ころうとしてるみたいに。国境越えを手伝っていると聞きました。助けてください。川を渡るしかないわ。でも冬は川が凍ってる。とても危険よ。それにあのアンドロイドの生命のせいでみんなピリピリしてる。落ち着くまでの間はここに身を隠している方が安全よ。ずっと隠れているわけにも。あの子には普通の暮らしをさせてあげたいんです。国境を越えないと。何があろうと。お願い助けてください。ローズ、来てちょうだい。一体どうしたの？メアリーがシャットダウンしたんだ。
一緒に逃げてきた。国境を越えたら何をしようかっていつも話してて、愛してた。何よりも愛してたんだ。これからどうすればいい？そっとしておきましょう。アリス、どうしたの？寝てなきゃダメよ。でも眠くないよ。おいで、アリス。部屋にいたくないって言ってな。どうしたか？いえ、平気よ。警察がここで奴らを見つけたらどうする？刑務所行きだぞ。分かってるのか？刑務所だ。アダム、それについてはもう話したでしょ。いや、もう黙っちゃいられない。人生が台無しになっちまうんだぞ。機械のために。機械じゃないと言っているでしょ。生きているのよ。生きてるのは俺たちだ。あいつらは違うだろう。父さんが生きていればこんなことにはならなかった。アダム、親に向かってなんて口を聞くの？あいつらをかくまったせいで刑務所に行くなんて真っ平だ。いい加減にしなさい。もうやめて。気にしないで。たまにああやって爆発するのよ。父親が亡くなってからは特にね。でも悪い子じゃないのよ。今晩国境を越えられるよう準備しましょう。いい？待ってて、すぐに戻るわ。ローズ、どうしたのかしら。カーナ、話しておきたいことがある。アリスのことだ。後にして。さっき何があったか見ていたんでしょ。見てたけど、でも話したくないの？
警察だ、警察が来た。どうしたらいい。全部バレちまうぞ。ドアを開けないと。急いでルーサー、アリスを連れて。どうなると思ってた。2階に行こう。アリス、あなたがうろたえたらバレるわ。面倒はごめんでしょ。お母さんが捕まってもいいの？なら落ち着いて言う通りにして。こんばんは。お邪魔してすみません。アンドロイドの目撃情報がありましてね。ここのところ変異体の事件が多いでしょ。いくつか質問いいですか。入っても？もちろん。こんばんは。こんばんは。入れましょうか。ぜひ。何か変わったことはありませんでしたか？突然の訪問。本社とか。いえ。特にありません。二人の他に誰か。いえ、二人だけです。お宅にアンドロイドはいますか。いえ、アンドロイドはいません。
誰もいないっておっしゃってませんでした？ああ、もう忘れてた。その私の娘が2階に。君の名前は？アダム。アダムと言います。どうかしたのかい、アダム。アンドロイドが。彼、変異体の事件のことで不安になっているみたいで。何か変異体の情報はあるかな？見かけたことは？いえ。見たことはありません。そろそろ行きます。コーヒーどうも。おやすみなさい。誰かいるんですか？夜はペットがそこで寝てて。それじゃあお邪魔しました。失礼します。おやすみなさい。帰ったな。大丈夫よアリス、もう平気だから。ローズだ。出発する準備を。今夜出ましょう。